ウィーヴブランドアンバサダー浅田真央さんです。どうぞ。艶やかですね。はい、すごく嬉しいです。なかなか着る機会がないので、はい、今日はすごくなんか嬉しいですね、はい、もう私初めて体験させていただいたんですけど、はい、本当にこうすごく伝統のある、日本舞踊の井上流の和尚さんに舞を指導してもらって、私自身もすごくいい経験になったと思います。はい、そうですね。やはりこういつも普段はメイクをするといってもこう試合のメイクが多いんですけど、メイクもすごく時間がかかりますし、着付けも時間がかかりますし、髪を結うのも時間がかかるので、本当にすごく大変なお仕事だなというふうに感じました。日本舞踊井上流の和尚さんに、はい、舞をご指導してもらって、すごく私自身もこうキュッと気持ちが引き締まる感じがあって、本当にこうちょっと今日緊張した撮影ではあったんですけど、本当にこう日本の文化を体験することができて、私も嬉しかったですし、また撮影の際には、芸妓の真央さんと一緒にお話をしたり、いろいろこう過ごしていくうちに、やはり間近で見て、ああ素敵だなって思いました。なので私もそういう素敵な女性になれるようになっていきたいなというふうに思いました。やはり私フィギュアスケートをメインでやっているんですけど、それプラスバレエもやっているんですけど、こう、もちろん今回舞も経験させてもらって、なんか全てにおいてやはりこの体の軸っていうのがすごく大切だなっていうのを感じました。なので私もこれからこう体の軸を大切にこう試合に向けて練習していけたらいいなというふうに思っています。私自身今の目標というのがこう試合の自分が出場できるレベルまで持っていくことなので、まだこう試合どの試合に出るかというのは決まっていないので、それが決まったらまたこのエアウィーヴのマットレスとともにこう試合に臨んでいくんじゃないかなというふうに思っています。